仏教絵画とは仏教を題材とした絵画である。寺院の壁画、絹、紙、板に描いた絵画、版画等を含む、アジャンタ石窟の壁画、シーギリアの壁画が有名である。バーミヤーン、キジル石窟、ミーラン遺跡、ベゼクリク等の仏教寺院遺跡には、石、土の壁を飾る壁画があり、ローマ、インド、中国など様々な様式の影響がある。 歴代名画記によると、当代までは壁画が中心であったようである。トン抜光靴からは、5世紀から12世紀の多数の壁画のほか、旗に描いた仏画、経典の挿絵として、き小本の経典の冒頭に描かれた仏画が、トン文献と共に発見された。トン石窟では、北魏大の5世紀頃には、仏伝と本章譚が多く制作された。 東大の七世紀頃から、各如来の浄土図が多くなる。空海が、当時に将来した、新言七祖像のうち五幅は、宮廷がかのり誠などが制作した確実な、東大絵画である。五代十国時代の前、諸区では、抜き球の要望会異な十六羅漢図が知られる。両書記の作品としては、北宋外様式の岩山寺の壁画がある。 南宋時代の仏画は日本にも輸入され、英法寺書像の憲本着色千樹観音図などが伝わっている。南宋時代以降には、禅州寺院や文人官僚の趣味に合わせた水墨画や白描画の仏教絵画も制作された。また、モンゴル族はチベット仏教を信仰していたため、元時代にチベット様式の仏教絵画が導入され、以後、明、清時代にも、 盛んに制作された。壁画、並びに単歌と呼ばれる、礼拝儀式に使用する曼荼羅、仏画がある。麻布菩薩小僧院アスカ時代については、仏教絵画に限らず、絵画の遺品そのものが金賞であり、法流寺の玉虫寿司の壁面に表された絵画や、中宮の寺の展示国集長のような工芸遺品の遺章から、当時の絵画を偲ぶかない。これらの遺品を見ると、 当時の絵画は中国陸長様式の影響が濃い、完璧な様式のものであったと推定される。奈良時代に入っても現存する絵画遺品はあまり多くない。薬師寺吉祥天像などのわずかに残る遺品を見ると、この時代の仏教絵画は同時代の他の造形作品と同様中国等の影響が強い。法流寺近藤壁画は 鉄線病と呼ばれる強い線病と濃い陰影表現が特色で、その様式の源流はインドや西域の海岸にあるとみなされている。法隆寺近藤壁画のうち、大壁の壁画12面は1949年の火災で焼損し、小壁の秘天の壁画20面のみが焼損を免れている。この時期の代表的作品として以下のものがある。 奈良時代から密教系の仏像は制作されていたが、密教の需要は断片的なものであった。平安時代初期の旧世紀になると、空海、最長らの僧が相次いで日東し、日本へ、系統的な密教を伝えた。彼ら日東像はまた、領海マ曼ダラなどの密教図像を数多く、日本へもたらし、これらはその後の日本の仏教絵画に深い影響を与えることとなった。 了解曼羅は密教の世界観を象徴的に表したもので空海が将来した原本は残っていないが、新護寺の通称高尾曼羅は空海の時代に制作されたもので空海将来の原本に近いものとされている。了解曼羅はその後の時代にも引き続き多く制作されている。その他密教の手法に用いるための各種の曼羅や仏画が制作された。 平安時代後期になると、原神の王城要衆などの影響で、阿弥陀如来の重する西方極楽浄土への再生を願う浄土信仰が広まり、また、現世を仏法の衰えた末法の世とする末法思想が広まった。こうした関係で、この時代には阿弥陀如来来号図、浄土図などが盛んに制作された。また、宮廷、貴族を中心に、 北家行への信仰が高まり、北家行信者を護持するとされる普遍菩薩の像が盛んに作られた。この時代は、日本の文化全体が中国の強い影響を次第に脱して和風化が進んだ時代であり、仏画にもその傾向が見られる。平安時代末期の12世紀は、日本仏教界菓子のピークの一つで、東京国立博物館所像の普遍菩薩像をはじめ、 金銀の箔や切り金を多用した貴族的、短美的な作品が数多く作られた。ホッケ業をはじめとする経典の中には、華麗な彩色や金銀箔で漁師を装飾し、紐や軸にまで税を凝らした、いわゆる装飾業の遺品がある。これらの経典の見返しもこの時代の仏教絵画として注目される。代表作、また、 平安時代後期に盛んに制作されるようになった絵巻物の中にも寺院の解散演技や構想の伝記のような仏教を題材としたものが見られる。代表作、この時代には前代に引き続き雷豪図や装飾行なども制作されているが、六道林廻思想を背景とした六道へ猛者を裁く冥界の王たちを描いた十王像、日本の神を 仏教の仏が姿を変えたものとする本字衰弱説に基づく衰弱画など新しいジャンルが現れた時代でもあり仏教絵画の内容は多彩になった祖師からの司法を重視する禅宗では祖師像を仏像と同様に尊重した禅宗特有の形式による祖師像を珍奏といい大徳寺の大東国師像などがこの時代の代表作であるこの時代の仏画は 平安時代のものに比べて一般に墨線を強調する傾向があり、様式的には中国、宋の影響が強い。この時代は、足利将軍家が禅宗を保護したことから前代にも、まして禅宗が盛んになり、水墨による羅漢図、観音図などが盛んに制作された。東福寺に従した仮想、民情はこの時代を代表する作者で、彩色が水墨がともに、 多くの作品がある。近世にも仏教絵画は多数制作されるが、この時代には、型の上では、障壁が屏風絵、ジャンルの上では、文人が、林ー演算史上派、浮世絵など様々な絵画が制作され、仏教絵画は絵画史の主流であったとは言い難い。ただ、この時代にも復古大和絵派の冷静ため地下や、五百羅漢図を描いた。 カノカズノブのように優れた仏画を残した作家もいる。明治時代には、岡倉角ラ・の指導を受けた日本美術院系統の画家によって多くの古い仏画の模写が行われ、また新しい仏画が描かれた。カノ郊外のヒボ観の図は、その代表作と言えよう。ありがとうございます。